常翔学園高校12番岡野京吾君のためです。常翔学園高校5点を先取いたしました。常翔学園高校10番吉本翔輝君のトライです。ゴール成功いたしまして、常翔学園高校2点を追加、19対7になります。前半が終了いたしました。常翔学園高等学校対大阪産業大学附属高等学校の試合は19対7で常翔学園高等学校がリードしております。お客様に後半の選手の入れ替えをお知らせいたします。常翔学園高校5番雨谷陸也君に代わりまして、17番木戸大志郎君、5
5番失礼いたしました、8番川崎裕太君に代わりまして、18番渡辺海斗君、9番高岸直政君に代わりまして、19番辻戸和君、14番竹内俊君に代わりまして、20番中間光太君が入っております。上昇学園高校17番木戸大志郎君のトライです。上昇学園高等学校が勝ちました。